さあどんな走りを見せてくれるでしょうか。はい、というわけで続きでございます。はい、PC20 もどきを買いました。はい、外見そっくりだったんだけど、うん、中身のボアがそもそも別物。はい、というわけで今回実際これをつけてみて走ってみようかと思います。というかつくかどうか現時点で分かってないんだけども、というかね、今思ったんだよ、うん、そもそもこれ穴通じてんのかと。穴は通じてた。あ、確認した。それも全部チェックしました。よかったよかった。一応掃除したので、うん、あの粉が入ったりとかそういうのは多分大丈夫。多分大丈夫。なんか言った。きっと大丈夫。で今回ですね、うん、あのこのジェット類をそのままで中華製の方で行こうかと思ったんですけども、うん、そもそも番手が書いてないのでセッティングの仕様も濃い薄いも全くわからないということなので、うん、今この PC20 に入ってるジェット類をそのままこいつに移植して、はい、それで走ってみようかと思います。はい、ボアが違ってもひょっとしたらねセッティング合ってるかもしれない。多分ね、流動量多分半分ぐらいなんじゃないかって思ってるんだよね、うん、あの見た目がそんだけ違うから、あの空気の流れが多分本当に半分ぐらいかもしれない。分かんないよ、見た目じゃ分かんないかもしれないよ。あとこれ、マジかな、それがつくかとも興味あるな、うん、まあ、ちょっとね、まずジェット類ちょっと移植してみましょう。はい、はい、というわけでジェット類を移植します。そうだ、あ、今ね一応入ってるのが、うん、スローが45 45でメインが90だね、今90か。はい、これを実際入れてみてどうかね。そうだね、とりあえずやってみましょう。はい、ネジ穴どうだった。ネジ穴ね、なんかすっごい、うん、最初からすっげえガタガタするんだよ。締め込んでもガタガタするし、で締め込んでもゆるやかーに回っていくから、ちょっとねじ穴怪しい感じだね。そうだね、うん、まあとりあえずここで行ってみましょう。一応つきはする。ジェットは一応ついた。うん、ジェットは大丈夫、つきました。フロートバルブ大丈夫かね。まあでも大丈夫だと思うんだけどね。胸が痛いんだよね。あの実際問題の本当になんか前も言ったんだけど、中国でね、うん、バイクはちゃんと走ってるので走ることは走るはず。はずなんだよ。まあ、これが PC20 とどこまで互換性があるか、はい、もうその問題ですね。これもしダメだったらどうしようって。そしたら戻すまで大丈夫。でもこれなぁ、メインとするの番手が書いてあるのが痛いね。それ汎用品なのか、うん、だからそもそも何なのかが全くわからない。付け間違えてない？あっちゃんとこれ PC20 だね。あ、ちょっと待って、多分大丈夫。しかしな、中のボアが全然別物だとは思わなかったよ。これでも走ってみてどうかだね。はい、問題これ、これがつくかどうか。一応ね、さっき測ったところでは外径は大丈夫そうだったんだけど、だから PC20 を CL で使うためのなんつうの、アダプターだよね。だね。これがつけばノーマル役になりにつくと。いけそう。あ、いった。パチンといった。はい、というわけで。こんな感じで、ね、よし。さあ、どんな走りを見せてくれるでしょうか。なんか動き悪いでしょ。はい、手持ちのこのスペースはこいつをかまします。ちょっと怪しいからね。そうだね、うん、それは多分前提になると思う。それで多分今まで続いた PC20 と多分寸法的に同じになるはずだから。どこでこれ何で持ってるん？いろいろストックです。それミニモトの中間に今まさに積んでるエンジンに付属したやつだから。あ、うん、バッチリですよ。バッチリですね。なかなか見るっち。このピッチはね合ってればいけそう。これね、はい、取り付けました。取り付けました。出て見た目すごい安心感だね。じゃあ次これパワーフィルターをつけまして、さあ走るかな。走るのかどうかね。でも PC20 はある程度セッティングがねずれても大丈夫だと思うから、どうかね。それどうかね。本当かな。コンコンして
して大丈夫だよね。うん、そもそもガス屋さんと漏れないかどうか大事に買うもんだよ。大丈夫かな。大丈夫そうだね。かな。よし。いよいよこの時は。はい、というわけでやらせなし一発手動。これね、タイキックしないでそのまま行ってみようかな。うん。行くよ、せーの。アイドリングがあるか。濃い薄いはあるかもしれないね。あれエアスクリューは一回転にしてんだよね。うん。はい、ではお願いします。あのね、下の方は普通なんだけど、うん、上まで行くとなんかすごいレベルかかってバン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 。ちょっとバボンでなんか濃いめな感じ？そんな感じだね。ちょっとやってみようかもう一回ね。そうだね。実際走ってみましょう。これね、すごいのがね、うん、一発指導できるんだよ。意外に指導性いいよね、なんかね。本当だ。では、いってらっしゃい。はい、おかえりなさい。はい、というわけで意外と指導性がいいのと、あとまあ低回転から中回転ぐらいはそんなに遜色なく、うん、ただあんだけレスポンスがいいっていうのはまあ単純にやっぱ小さいね。そうだね、やっぱね。そのちっちゃい穴に大量に送り込んだらまあ無理だよね。まあそれは濃いわな。それは濃いわ。というわけでキャブレーターとしてはね、そんなに悪くないと思います、これ。なんか、ね、正直な感想としては。そこまでパワーダウンはない気がする。うん。パワーダウンをする。はい、今回こちらのね、パチモン PC20 試してみてね、一つだけ言えます。これは PC20 ではない。まあ別物ってことですね。そうだね。外見は PC20 そっくり。だけど中身は PC10 16ぐらいかな。フィーリング的には父ちゃんの感じとしてはまあ20ではないってことで、まあでも安い。うん、安い。まあそれが分かっただけでもね、今回ちょっと面白かったなと思うんだけども、これがこれもそうだし他のやつも検索で出てくるのが PC20 が壊れた時の代替品入れ替え用としてあるんですけども、少なくともこいつに限っては入れ替えとか代替品にはならん。 PC20 がダメになったらやっぱり PC20 買わないとダメってことで。これノーマルのとどっちがいいんだろう。性能的にもこっちまあ悪くないと思う。キャブレーターとしてはね、株につけても問題はなさそうな感じがね。株に使ってみる。まあそれもありだけどね、あのノーマルよりは全然でかいからね穴が、うん、そういうのもまあ選択肢はありかなと。ただまあ PC20 の他の部品とか全部つくので、まあ割り切って使うんだったらまあありかなと。ただあの一つだけ皆さんちょっとご注意、他のやつは分かんない。他の PC20 っていうあの歌ってるやつと同じとは限らないので、その点だけちょっとご注意ください。これに至っては中身が小さかったと。はい、というわけでやっぱり実際使ってみると分かんないね。完全パクリの PC20 だったらいいかもしれない。そうだね、中身まで内径までしたったらよかったんだけどな。はい、というわけでどうも今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。